はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回は、先行版の第五人格の方に、新ハンターが追加されまして、まあ、それの効果がめちゃくちゃややこしいんですよね。本当にもうタコや芸者を超えるレベルで、ちょっと効果が色々とあるということで、まあ、今回はだいぶ丁寧な説明で回りくどいかもしれませんが、ちょっとお付き合いください。まず追加されたのはこちらの、はい、黒白無常っていうハンターでして、まあ、ざっくりと説明しますと、二つのキャラを使い分けるって形でして、まあ、芸者とは違って鬼が二人ですね。まあ、それを状況に応じてしっかりと、使い分けるっていうのが、こちらのキャラクターの基本的な操作なんですけども、大体こう1週間ぐらい前に、やっと一般購入が可能になったって形で、まあ、私も先ほど、ゲットしたんですけども、結構今海外では人気です。はい、まあ、強さ云々関係なく、ビジュアルが一番かっこいいということで、女性から若い人の間で幅広く認知されておりまして、もともとこのキャラクターの元ネタが、まあ、向こうの中国ではデスノート的な、死神立ち位置で死に引きずるというか引き込むみたいなキャラクターとなっております。まあ、向こうの言葉で言うと、まあ、黄泉の国の極卒、死者、そんなニュアンスらしくて、一応これは公式でも上がってるんですけども、生前、死ぬ前はこの二人が仲良くしてたんですけども、突如津波が来て黒が飲み込まれて、まあ、その後に白が後追いで自殺したと、まあ、そういうストーリーがあるみたいなんですよ。まあ、そんなラブロマンスというかちょっと熱い展開じゃないですか。ね、後追い自殺とかなんかこう一番キュッてくるじゃないですか。まあ、そういったのが、まあ、向こうの腐女子含めて、まあ、薄い本がちょっと熱くなるということで、今後日本でも展開が面白くなってくるんじゃないかなと思います。ではちょっと気になる効果早速発表していくんですけども、まずこちらが、ニコンっていうやつで、白と黒の魂は傘に宿り、諸行無常を使って切り替えることができる。白は、巡視追撃に強く、気絶回復と攻撃速度が遅い、代わりに移動速度が速い。そして黒は近距離攻撃に得意、気絶回復と攻撃速度が速い、ただし移動速度が遅いといった形で、まあ白は移動速度に長けていて、黒は攻撃に長けているといった形の、まあ、二面性というか、2つのキャラクターがいます。まあ、これをちょっとうまいこと使い分けるって形なんですけども、まあ、これだけじゃなくてこちらの、はい、形態変化の方の、能力も、はい、各々違うということで、ちょっとまあ皆さん混乱せずに聞いてほしいんですけども、まずこちらの初期能力、ゼロの状態、初期から使える能力が、スキルボタンを長押しで力を貯め、離れると、そこにちょっと傘を投げまして、まあ、ニコン状態にする。そして長押しの時間が長ければ長いほど、距離が長いといった形の、説明でして、まあ分かりやすく言うと、こちら復讐者レオの、あのパペット投げあるじゃないですか。まあ、こちらの要領で傘を投げることができまして、まあ、そちらに相方を飛ばすことができるっていった形となっております。まあなので分かりやすく言うと、瞬間移動ができます。でこの瞬間移動に関してなんですけども、あの結構な距離が伸びるみたいで、まあ本当にこうマップの端から端まで、狙うことができます。ちょっとまあ新マップの湖は分からないんですけども、通常マップであればこちら、端から端まで移動することができるみたいです。そしてここからがちょっと難しいんですが、こちらが石魂同魂っていう技でして、白の魂は身を飛ばし、石魂状態になる。5秒間操作はできないが、移動速度が大幅に増加し、身の回りにいるサバイバーに対して石魂が続く。それが終わるとサバイバーが失魂状態になり、眩しくて他のサバイバーと動作ができない。黒は敵魂霊を使い同魂を発動する。鈴の音の範囲ではサバイバーは強制的に調整ゲージさせられる。失敗したら落魂状態になり、2回その状態になった場合移動方向が逆になる。といった内容でして、ちょっと分かりにくいですよね。僕も正直読んでて、こんがらがるんですけども、とにかくまあ黒と白で技が変わるということで、こちらまた紹介していきますね。そしてこちら、魂を切り替えるたびに増強した、石魂または、同魂が発動される。といったのがこちらの3つの能力なんですけども、本当にわけわかんないですよね。なのでちょっと落ち着いて紹介していきたいので、こちら、ボット戦でねちょっとやっていこうかなということで、めちゃめちゃ難しいよね。なんでこんな難しいんだっていう感じなんですけども、はい、早速やっていきましょう。いやこれはね、説明する方も大変だし、あの見てる側もね多分わかりにくいと思うんですよ。とりあえず、最初から使える技がこういった形で傘を投げることができます。おお、めっちゃ遠くまで行くね。ほらすげえ、もう見えないところまで行った。これで、はい、キャラクターを切り替えることが、できるんですけども。よいしょ。おー、これで黒にチェンジができる。で、黒の状態は、これ、移動速度が遅くて、代わりに攻撃速度が速い。よいしょ。こういう形で。早いね、確かに。うん。全然早い。で、ちょっと泥棒さん一発当ててみようか。ただ、ちょっと飛距離ないな。あ、違うやつになった。横の範囲が広いみたいな感じかな。まあ、このフォルムチェンジだけ全然強いよね。こういう形で。お、早いね、全然。お、すぐ立ち直って、いけます、みたいな。で、テレポートをすぐそこに使えば、よいしょ。で、これで白の状態になって、攻撃速度が遅いんだけども、移動速度が速い。おー、速いね、確かに。リッパーのあの、速い状態まではいかないんだけど、まあ、なんかそれに近い感じはある。ただやっぱ攻撃モーションがでかいね。うん。見てもらったらわかる通り、ほら。こういうちょっと人モーションあるんで、若干遅いかもしれないんだけど、射程距離はあんま関係ないというか、全然長い方だと思うんで、リーチは。あ、ミスった。これがやっぱ強さかな、ね。移動速度速くて、まあ、攻撃モーション遅くても、しっかりと距離詰めれば全然問題ないと思うんで。
はい、よいしょ。これ当たんないか。ちょっといろいろと飛距離試したいね。これは一緒か。ためで、おっ、あ、これ当たるんだ。やっぱため攻撃範囲でかいな。まあ、攻撃範囲はなんか芸者みたく弱いわけではないんで、なんかあの芸者のテレポートもある程度できながら攻撃範囲が広いみたいな感じのキャラクターですかね。じゃあこいつのキャラクターの、はい、アビリティ使っていくんですけども、まず白が、はい、魂を吸収することができまして、ほ、こういう形で、よ、こういう形で魂を吸収すると、はい、この状態になります。まあ、この状態になると、あの、周りの視界が悪くなるみたいですね。なんか原因が見えるみたいで、ちょっとまあ敵の視点はわからないんですけども、なんかとりあえず幻覚だとかが見えて、あの、文章だけで言うと、まあ、この白色の、はい、こいついるじゃないですか。こいつがなんか画面上にいっぱい出てきて、まあ、どれが本物かわかんないみたいな感じのニュアンスが書いてました。そして、黒の方がこちら。よいしょ。こいつの技が敵霊魂っていうね、あの、鈴を使いまして、これを使うと、まあ、銅魂っていうゲージが発動するんですけども、まあ、その範囲内にいるやつが強制的に調整ゲージを行われるらしいです。だから、例えば暗号解読だとか治療をやってるやつに対してこれをやると、まあ、強制的に、調整ゲージが発動しまして、若干こう逃げ遅れるような感じになりますね。例えばここら辺で、はっ使ってみると、あ、調整ゲージちょっと届かなかったね。で、あとこれが2回食らうと、移動方向が逆になるみたいです。それちょっと面白いよね。移動方向が逆系なんで慣れた方は大丈夫だと思うんですけども、急にこれされるとちょっとめんどくさいみたいな。おお、すごい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 。一応このキャラクターは、壁を貫通することができるんで、ちょっとまあトリッキーというか、まあいろんなマップで使うことができます。ほっ、おお、食らったけど一応逆になってるパターンかな。ボットだから食らってないように見えるけども、実際は逆になってるみたいな感じですかね。ちょっとまあ公開待つとかじゃないとわかんないんですけども、一応なってるみたいです。てかこれ一回ひるむよね。これ面白いなね。公開待つでこれで嫌がらせできるよね。はっ、食らわせて、ほっ、適当に投げます。これで存在感が上がると、こういう形であの傘を投げたりだとかチェンジをした時に、はい、自分のスキルを周りに展開するということで、まあ、これも結構便利ですよね。まあ、先回りもできるし、先回りした結果、まあ、敵に嫌がらせもしっかりとできるということで、まあ、すごいトリッキーというかめちゃめちゃ強いですよね。はっ、移動して、で、来ましたよと。で、こういう形で展開する。で、これが壁越しにも行くから強いよね。さあさあ、とりあえずこういう形で追撃していくんですけども。くれ！いいね、一回ひるんだね。これめちゃめちゃ強くない？ひるませられるからね。まあ、効果関係なく普通にひるませられるから、それがやっぱり強さかな。普通になんかそういう使い方もありだけど。は、使って、はい、ひるんだ。で、本来であればこれが多分、方向が逆になるっていうね。まあ、結構広範囲だから、割と初心者でも使いやすいと思うんですけども。まあ、何よりやっぱり、説明が難しいというかスキルが多すぎる。正直自分は全部使いこなせてないんで、そこら辺がちょっと難しいのかなと。すいません、ちょっと間違ってたんで、訂正なんですけども、先ほどこいつなんか黒の状態になって、進行方向を狂わせるってなんか技あったじゃないですか。それがちょっと認識間違ってまして、黒の状態のスキルを使うと、まあ、敵が同梱状態ってなりまして、まあ、その状態であれば、まあ、調整が強制的に発動するっていう風に、まあ、説明したんですけども、あれをどうやら2回失敗すると、順序が逆になるみたいです。はい、まあそういったところ敵の腕前次第にはなりますが、まあ暗号解読中のところをねやられたら誰でも失敗すると思いますので、まあそこいらあたりを使ってうまいことをやっていこうかなと、いうことで、じゃあ先回りします。はっ、飛べ、いいね。さあ飛んだけど、どこ行った？把握できてないな。やっぱあの芸者みたいに移動しながらね、周りが見渡せるわけではないんで、そこら辺がちょっとネックなところではありますが、しっかりと一発殴って、さあさあ、チェイスキャラのマジシャン、ちょっと移動速度が遅いのがネックではありますが、まあ、このマジシャンのアビリティがね、多分透明なるやつ使うんで、あ、ミスった。透明なるやつ使うんで、ほっ、オッケー。まあしっかりと立ち直れるこっちの黒のフォルムでやっていこうかなと。てかかっこいいよね、このフォルムチェンジが。うん、なんかやっぱ男のロマンだわ。やっぱロボットでもガンダムでもフォルムチェンジがロマン。ここら辺に、はい、置いときましょうか。目玉親父と向こうの方が怪しいけども、どうしようかな。目玉親父映ってんね。とりあえずそこテレポートして、白の状態行きましょうか。さあ白の状態で祭司ちゃんがいます。これはちょっとマジシャン狙っていきたいですね。攻撃、オッケー。あー、なるほど、無敵状態か。まあそれはちょっと仕方がないな。あとはじゃあほっときましょうか。オッケー、いいね。さあさあ、とりあえずこれで、うん、マジシャンは死亡かな。あと一回耐えるかな。ちょっと祭司がいるのめんどくさいな。祭司は確実に潰しておきたい。で、向こうで音、あー祭司いるね。ほっ、一発殴る。で、多分マジシャン逃げさせられるけども、うん、無視していきましょう。まあまあ、とりあえず祭司、あれ捕まえられてない、大丈夫？ほっ、なんか見捨てたっぽいね。何があったんだろうか。じゃあどこ釣ろっかな。
あ、そこ釣れそうだね。さあ、マジシャンは行きましたよと。で、祭司もここでさようなら、バイバイ。で、目玉おやじが3つ溜まったので、ここいらあたりで、ポン、ポン、ポンと。完璧ですね。白の状態もいいんだけど、残り数が2人なんで、ちょっと黒の状態でいきましょうか。そこいそうなんだよな。あ、いるね。何やってんだ、この幸運寺は。放置か。一応動いてるけども、なんか新手の放置かな、これは。ね。飛ばないように、ひたすら動き続けるっていう感じの放置かな。いや、なんかそういうのが一番なんか、ねちっこいよな。一応動いとくか、みたいな。なんか自分がメインでやってる FPS ゲームでも、暗号キー稼ぎってことで、まあ、コントローラーにマクロっていう、まあ、連射機能ですね。まあ、連コン機能をつけてひたすら初期位置で放置するっていうね。まあ、いわゆる経験値ボーナスだけいただくみたいな、そんな害悪があるんですけども。はい。まあ、このゲームでもちょっと流行ってんのかな。さあ、祭司さん、一発殴れないんですね。さあさあ、とりあえず祭司。よいしょ、殴った。で、とりあえずこいつはもう一回散っていきましょうか。ああ、こんなとこ作ってんのか。やらしいな、お前は。よいしょ。最後一人が降伏しましたね。ということで、ちょっとパッとしないというか、まあ、敵さんがね、一人放置してたんで、あれなんですけども、まあ、しっかりと、フォルムチェンジが使えたんでよかったんじゃないかなと。あんまりあれだね、スキルの方使ってないね。まあ、それでも全然移動速度が速いのと、攻撃速度が速い。この二つがあれば、十分戦えるということで、いやー、これはちょっと実装が楽しみですね。はい、それでは先行版の第五人格いろいろと上げておりますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ふっあっ、よいしょ。あいつスナイパーライフル、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 はい、どうぞ。出会ったら攻撃中。あんな言えばお前、あれ、カウンターウェーブ出せない、出せないのか。いや、希望こい。フラグオンラインはからの後ろ下がれ。お、倒した。池田やった。これ何、何これ何、スパイダー雲の皮。あ、ちょっとください。止めろー、何のキーが動かない。駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘。お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ。え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん。マジか、全然見えへん、全然見えへん。